年々で、はい、あのワンコの中にある麺の量がちょっと違ったりするんですよ。で年によって変わるんですか？見てきて、うん、なんか僕の見た感じはちょっと少ない感じがしますね、麺量が。あこのに対してね。一応今回のテーマは、はい、前回自分に足りなかったものと、うん、前回の目標である井本さんっていう、はい、5連覇だか6連覇ぐらいされてる方いらっしゃるんですけど、そのまさに僕に足りないものを持っている部分だったんで、なるほど、はい、実践でそれをやって、はい、挑もうかなと。自分の記録に自分超えって感じですかね。あ、自分超え、はい、去年ちなみに鈴木さん10分でしたっけ？それ15分で、600? 632、はい、15分が今年10分だからスコアが下がるとかは多分言い訳でしかないと思うので、まあ、でもどうとでも捉えられると思うんですよ。自分がだからなってなっても、はい、もう別にそれが不正解ではないと思うんですけど、うん、僕の中ではなんかちょっと違うなと思ったので。なるほど、なるほど。で、詰めれる部分っていうのを、はい、今回ちょっと正直あんまりその練習、うん、正直全くしてないんですよ。イメトレしかしてなくて、はいはい、今やってるんですけど、うん、他の大会がちょっと控えててっていうのがあー、なるほど。なんですけれども、まあ、一応今直前にいろいろ場の空気とか、うん、あ、見てましたね。一杯の量とか、あとお給仕さんの感じとかを見て、はい、で今バーッてやってる感じ。なるほど。結構出られてる人がだいぶ違うので今年は。あ、変わりました。変わりました。もう本当連覇されてリモートさんとか今回なぜかいらっしゃらなくて信じられないぐらいびっくりしてるんですけど、うん、で、あと、まあ、去年出たラスカル君も出てなくて、はい、最初正直見た時にがっかりしたんですよ、うん、でも今はもうそのがっかりした自分をぶん殴ってやりたいというか、なんかこう相変わらず厳しいですね。なんかこう、じゃあお前対戦相手でスコア変わるのかって話じゃないですか。あー、なるほどなるほど、なるほど。まずもうその時点でなんかもうダメだったなっていうのを気づけたので、うん、そこら辺はちょっと表行ってちょっとリフレッシュしてきたんですけど、はい、はい、もうやるべきこととか考えてることも固まったので、はい、それを10分間やりきるっていうだけですね。はい、あります。チャンピオン前年覇者は、15分が10分の時間に削られるってことなんですけれども、僕の中では、10分でも去年の自分を超えれるように、10分間全力で走り切れるように、はい、見せています。嬉しいですね、これのね。はい、もう一枚。はーい、足は回ります。あ、いいね、はい、あ、はい、暗い食べですか。取ります。頑張ります。めっちゃ続け。頑張りますので気持ちを合わせ楽しく無理せず食べていただ
います。それではよろしくお願いしますと気持ちを込めて、おきゅうりさんと握手をお願いします。おきゅうりさんが頑張りますので応援よろしくお願いいたします。さあ皆さん準備はよろしいでしょうか。さあ緊張の一瞬です。それでは参りましょう。第34回全日本わんこそば選手権一般個人選手権です。15分間、よーいスタート。
して岡山からお越しの後藤さんです。こちらもね、今結果は間もなく出るまで140杯と出ています。さあ、そして続いては埼玉県からお越しの井上さんです。180杯。さあ、そして千葉県からお越しの小松さん。小松さんもね、結構頑張ってますよ。そうやってみ
ないっつってこの辺ポチ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 すごいっすねそれちょっと本当信じらんないマジでこれは公開できるためになっただおめでとうございますコスモ選手権において当初の成績を収めましたので、お答えをお願いします。顔だよ、顔。それでは、第34回全日本ワンコスモ選手権、栄える優勝者の発表です。優勝は、記録451杯、鈴木力、努力してより良いプレーをするように頑張りたいと思います。ありがとうございました。